日本人の食について外国人の反応ってすごすぎないですか？ねえねえマリサ、ちょっと聞いてよ。なんなの霊夢、うるさいわよ。昨日のテレビ見た？日本の食事や食べ物に関する海外の反応を紹介した番組だったんだけどさ、外国人の反応がものすごくて、日本人の食文化が心配ですとかまで言われちゃうのよ。驚かない？まあ、本当の日本の食文化を理解していたら、そういう発言はないかもしれないな。でしょ、でしょ。今回は日本人の食事が理解不能すぎる？外国人の反応がやばい、ということで詳しく紹介していくぜ。視聴者の皆様もいろいろご意見あると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。霊夢が見たテレビ番組って、日本の番組だった？もしかしたら、日本で制作した番組じゃなかったかもしれないわ。昨日のことなのに、霊夢の記憶が曖昧なことが心配だぜ。私は大丈夫よ。失礼ね。で、その番組ってどんな内容だった？日本を紹介する番組だったわね。これからもっとアジアに、日本に旅行に行こうぜって感じだったかな？女の子が日本の食文化を紹介してくるんだけど、結構毒舌でね。ミシュランガイドが日本人の味覚のせいでわかりにくくなった。旨味は特に美味しいとは関係ないのに、日本人のせいで、旨味だ旨味だと外国人まで言い出し始めた。旨味を知らないだけで、日本ではバカにされるって話もあるよ。旨味一つで大げさすぎるわ。なんて内容だったわね。旨味か。確かに味覚について、日本は世界よりも上回っているという調査結果があるぜ。そうなんだ。霊夢は味覚がどのようなものか知っているか？甘い、辛い、しょっぱい、酸っぱい。霊夢の回答を待っていたら、あと10年は待ちそうだぜ。いやいや、そこまではかからないわよ。時間の都合もあるので、私から紹介していこう。味覚というのは、甘み、塩味、酸味、苦味、旨味の5味からなる感覚だ。味覚、というから味だから味だけを感じること、だと思っている人も多いが、味以外の部分、嗅覚や触覚による感覚も大事だと言われてるぞ。難しい話になってきたわね。よく言われる話だが、外国人は味覚という認識があまりない、という話だ。味覚がない？ないというと語弊はあるが、一昔以上前だと、外国人は甘い、辛い、苦い、しょっぱい、くらいの感覚しか持っていないと言われていたんだぜ。本当なの？そうではないと思うが、あまり味覚や語味というものを意識してこなかったのは確かだぞ。世界の常識では、甘み、塩味、酸味、苦味が、味覚として認められていたんだぜ。あれ？旨味は？日本人であれば、旨味は？と思うだろ？そうね、旨味は大事よね。日本では重要視されていた旨味ではあるが、海外では、塩味などが混ざったもの、程度の認識だ。世界で認められることはなかったんだ。だから、旨味を含めた味覚に関する情報は、外国人には難しいかもしれないぞ。旨味って知られた存在ではなかったのね。旨味の発見は随分前だが、旨味が世界に認められたのは、ここ10年ほど。海外でも、うまみー、としてやっと認識され始めたところだぜ。霊夢はうまみの元になる食品を知ってるか？かつお節、昆布、椎茸、だしの素、味の素。待て、だしの素と味の素は違うぞ。うまみ調味料や調味料であって、食品ではないだろ。そう言われるとそうね。うまみとは、舌に広がるような、舌全体が包み込まれるような味、などと表現される味。言ってることはわかるんだけど、難しいわね。その旨味の元は、グルタミン酸、アスパラギン酸や、イノシン酸が知られているぞ。旨味が世界認識となったことによって、霊夢がテレビで見た、ミシュランガイドがわかりにくくなった、という話につながるんだぜ。ミシュランガイドと旨味？そうだ、日本独自の味覚だった旨味が世界認識となり、旨味を使った料理を提供する日本の料理が、ミシュランガイドの星を得る機会が増えた。まだ旨味を知らない外国人にとっては、なんだそれ？ということになる。ああ、だからあまり良い反応を得られないってことになるのね。そうだぞ。旨味はあらゆる料理の基礎とも言える部分だから、これからもっと外国人に理解され、日本の食の一部として愛されていくだろう。旨味を知って、日本食をやっと理解できるって感じかしらね。その他にはどんなことが言われていたんだ？そうねー。日本を含むアジア圏は、独特の発酵食品文化がある。独特の発酵食品。外国人には驚きのものかもしれないな。海外では腐っているものも、日本に来れば、まだ食べられる、と解釈される。日本人の胃腸はタフだ。お腹を壊さなければ何でも食べるつもりなのかも。なんて感じだったわ。ははは、すごい言われようだぜ。発酵食品は世界各地に存在するし、発酵させることで先に紹介した旨味が生まれるんだぜ。
その番組をディレクションをした人は、もしかしたら発酵食品が嫌いなのかもしれないが、日本の発酵食品は世界的にも素晴らしいものばかりだぜ。日本人が長寿なのは発酵食品のおかげ、だという話もあるしな。そうそう、そんな話もあったわね。日本人が長生きなのは納豆と味噌汁のおかげ。じゃあ、あながち間違ったことは言ってない番組だぞ。そうなの？和食がユネスコの世界遺産に登録された2013年以降、日本食に興味関心を持つ外国人が増えてきたぜ。日本食を食べに日本に来る人も多いからね。外国人のイメージはともかくとして、和食といえば発酵食品、そういう人もいるくらい、和食と発酵食品は切っても切れない関係だ。霊夢がイメージする発酵食品ってなんだ？お漬物、味噌、醤油、あとチーズかしら？チーズは和食じゃないし。あ、そうか。お漬物、味噌、醤油、納豆なんかは、発酵食品の代表とも言えるぞ。昔から、発酵食品は体にいいと言われてきたが、なぜ発酵食品が体にいいのか考えたことがあるか？普通に考えたら、発酵イコール腐らせるってことだから、毒を持って毒を制すって感じなのかしら？おいおい、発酵食品を毒って、そういう言い方はやめてくれるか？だって腐ったものを食べているんじゃないの？私たちって。バカモン。発酵食品は、食品をより美味しく食べるための、知恵と工夫の結晶だぞ。ちなみに発酵食品の定義は、食品を発酵させたもの、発酵させることで元の食品にはなかった、新たな風味が楽しめるのが大きな特徴だ。発酵させることで美味しくなる、確かにそうなんだけど、腐っているのと区別がつかないわ。まあそういう人は霊夢だけではないだろうし、日本人や外国人だってそう感じているだろう。日本人が発酵食品に初めて出会ったのは、奈良時代と言われており、一般的になるのは平安時代中期だとされているぞ。かなり古くから日本人は発酵食品を食べているってわけね。そうだな。その頃の発酵食品は、酢漬け、粕漬けなどの漬物だ。話は変わるが、世界で最初の発酵食品は何だと思う？チーズ？惜しいぞ、ヨーグルトだ。牛乳から偶然できたのがヨーグルトとされており、紀元前5000年頃に生まれたそうだぜ。発酵食品は海外にもあるのよね？けど、どうして日本の発酵食品はいろいろ言われちゃうのかしら？多分、これは私の憶測だが、想像以上の発酵状態のものまで食べているんだと思うぞ。外国人の食べられる発酵具合、以上の発酵状態の食品を、日本人は普通に食べている。それを見たら、日本人大丈夫か？と思うのは当たり前だろう。そんなに心配されるような発酵食品ってないと思うけど、外国人が嫌いなものとして、たびたびランクインする納豆も発酵食品だぞ。ネバネバしていて匂いがダメって外国人は多いわね。ネバネバしていて、おかしな匂いがする。絶対これ食べちゃダメな食品じゃん。って外国人は思ってしまうんだ。どうしてそこまでダメだと思うのかしら？納豆以外で、ネバネバして変な匂いがしていたら、霊夢はどう思う？腐っているから捨てちゃうわね。その感覚が外国人にあるんだぞ。納豆を捨てちゃうなんて、日本人には考えられない発想ね。外国人は、それでも食べられるという認識がないから、見た目で異常を感じれば食べないことになる。日本人は理解できない行動をしている、ってことにつながるのね。しかし、日本人が長生きする理由は発酵食品にある。なんてことが世界的に知られてきたことで、発酵食品に対する見方もちょっとずつ変わってきたぞ。発酵は食材の性質を変え、私たちにとって有益な食べ物に変化してくれる効果がある。発酵して有益な食べ物になった食品を毎日食べることで、私たちの体にいい変化が起きるんだぜ。どんな効果があるの？免疫力が高まる、風邪をひかなくなる、腸内環境が整い、お腹の調子が良くなる、お肌が綺麗になる。お肌が綺麗になる。日本人は肌が綺麗なのは発酵食品のおかげ、なんて噂もあるくらいだぞ。いいことずくめね。日本人の平均寿命が世界3位以内なのは、発酵食品を何かしら毎日食べていることが理由だと言われているんだぜ。長生きしたければ毎日の発酵食品。そういうことだな。これは外国人も一緒なのかしら？というと、日本人と外国人が同じものを同じように食べても同じ効果が得られるのか？って気になるわね。発酵食品は世界中にあるから、外国人だって少しずつでも食べるようにすれば、お腹の調子を整えるなどの効果が得られるはずだぜ。それならば、外国人にも発酵食品をどんどん進めたいわね。ただ、発酵食品の種類によっては癖があるものも多いので、自分がいいから相手にもいいもの、などと無理やり押し付けるのは控えてほしいぞ。気をつけるわ。発酵食品を食べる際の注意点ってあるのかしら？発酵食品は長期保存が可能なものが多く、発酵しているから腐っている状態との見分けがつかないことも多いな。
腐っちゃったものを食べる可能性もあるわね。そうだな、市販の発酵食品であれば賞味期限、手作りの発酵食品などは見た目や匂い、味などで判断が必要だ。発酵は有益、腐敗は有害、というので十分な注意が必要ね。正しい知識を得て、日本食に対する理解度を深めてほしいぞ。そうね。あとそういえば、テレビの中で不思議なことを言ってたわね。不思議なこととはなんだ？気になるぜ。日本の水はあのクオリティでタダなんでしょ？どこでも飲めるなんて本当に驚かされるわ。ペットボトルに入れて自国に持ち帰って売ったら、相当な高値で売れるかも。ここまで価値があるもだということに、日本人は気づいていないようだし、それを無駄遣いしているんだから恐ろしいわね。っていう話を冗談みたいにしていたんだよね。水の話か。おかしな話よね。いや、おかしな話でもなんでもないぞ。え？なんで？海外旅行に行った人から、こんな話を聞いたことはないか？生水が飲めないから、ミネラルウォーターを買ったけど、ものすごく高かった。水を飲んじゃダメだと知らなくて、ちょっと水道の水を飲んだら、お腹を下して大変だった。聞いたことがあるし、海外旅行をするときはミネラルウォーターを買うようにするのが常識ね。常識。まあほとんどの国では水道水から直接水を飲まない方がいいな。ほとんどの国？そうだな、海外の水道水は飲めないと思っている人もいるかもしれないが、実は水道水が飲める国もあるんだぜ。へえ、知らなかったわ。どこの国なの？日本以外で15カ国しかないから、すべての国を紹介するぞ。うんうん、そうして、アラブ首長国連邦、アイスランド、アイルランド、オーストリア、クロアチア、スウェーデン、スロベニア、ドイツ、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、南アフリカ、モザンビーク、レソト。WHO の基準をクリアしているので、水道水を飲むことができるが、日本のような安全性が高い水道水が飲めるとは限らないぞ。水道水が飲める国であっても、ミネラルウォーターを購入するのはなぜかしら？水資源が貴重なため、水の無駄遣いをしない、水質が安定していない、など国によっても理由は様々だな。だから、海外ではミネラルウォーターを購入する、そう覚えておくのが一番だぜ。そうなると外国人が、日本の水を高評価するのも理解できるわね。自国の感覚でいる人は、水道水を飲んでいる姿を見たら相当レベルかもしれないぞ。クレイジーやチャレンジャーって言われるかもね。まあ大げさな話でもないぜ。けど、どうして日本の水はそこまで高品質で、安心して飲めるのかしら？水道水として蛇口から出てくるまでに何回も検査、消毒を繰り返し、安心した水を作り上げているのが理由だぞ。ここで霊夢にクイズだ。浄水場では主に機械で水質検査しているが、他の方法でも検査をしているところもあります。その方法は次のどれでしょう？ 1. 花に水をあげる、 2. 魚を泳がせておく、 3. 犬に匂いを嗅がせる。うん、臭かったら嫌だから 3. ブブー、 2. 魚を泳がせておく、だぞ。金魚を泳がせて、綺麗な水質かどうかを調べているんだぜ。金魚？まあ全ての浄水場がやっているわけではないだろうが、水質に自信があるから金魚を泳がせているということだな。日本では、水を利用する仕組みや水をきれいにする仕組み、家まで届ける仕組みがしっかりしているから、高品質な水道水が飲めるってわけだ。美味しく飲めるのはいろんな技術が必要だってことね。逆に水道水を飲めない国や地域では、その技術が遅れているから、水道水を安心して飲めないということになるぜ。日本の技術を海外で利用できれば、海外でも美味しい水が飲めるのかな？ただ当然で私たちが飲んでいる水道水を、海外で同じように作り出そうとすると、莫大な費用がかかるんだぜ。国によってはコストがかかりすぎるため、日本のような水道水を作ることが難しいぞ。簡単なことではないのね。そういうことだぞ。こうやって日本で何も気にせず水が飲めるのは、本当にありがたいことなんだね。当たり前のようなことも、国の違いによってはそうではない、そういうことを外国人の反応から知ることも、時には必要だぜ。最初はなんだ？と思ったけど、あの番組結構いい番組みたいね。めちゃめちゃ文句言ってたのに、いいじゃん。水がいいとともに印象的だったのが魚の話。どんなことを言ってたんだ？魚はやっぱり日本だね。寿司や刺身、生で食べようと思うのは日本に来た時だけだもんね。他の国では寿司や刺身を食べるチャンスがあっても、食べたいとは思えないわね。なんていう会話だったわ。やっぱり、いい番組じゃないか。霊夢の考えの方が微妙だぞっていうか、かなり外国人に対して偏見を持ってないか？ないわよ。寿司や刺身は日本が一番、それは日本の魚の鮮度がいいと認めてくれているからだぜ。あ、そういう見方ね。その時の会話にもあったんだけど、なぜ日本人は生魚を食べようとしたんだろう、って疑問が出ていたわ。番組的には答えが出なかったけどね。じゃあ、ここでその回答を説明しよう。あ、嬉しいわ。
私もちょっと気になっていたのよ。なぜ、日本人は生魚を食べるのか？諸説あることを前提として話を進めると、日本の国土が理由の一つであると言われているぜ。国土？そうだ、日本は海に囲まれた島国、昔から新鮮な魚が手に入りやすい環境で暮らしていた。新鮮な魚が手に入るんだ、そのまま食べてもいいじゃないかという理由だぜ。まあ、生で食べられるのであれば面倒なことをせずに済む。そうね、手間暇かけずとも、美味しい料理が食べられた方がいいわね。しかし、生も美味しいけど、生魚ばかりでは飽きてしまう。それで焼いたり煮たり、もっと美味しい調理法も生まれたということだぜ。輸送手段が限られていた大昔は、新鮮な魚が手に入り、食べることができたのは、海から近い場所に住む人たちだけ。それ以外の地域の人が、生魚はもちろんのこと、魚も食べられないってことになるのね。普通に考えればそうなるけど、やっぱり魚は美味しいから、内陸部の人々だって、美味しい魚を食べたいとなるよな。そうだよね、お金をかけてでも食べたい。って富裕層もいたはずよね。生は無理だけど、腐敗しない方法を考え、魚を腐らせずに内陸部まで運べるようにしたというわけなんだぜ。漬け、干物、燻製、塩漬け、など様々な方法で魚を長期保存できる状態にしてから、内陸部へ運んだんだぜ。いろいろ方法があるものね。それこそ、魚を発酵させた保存食なんかもあったんだぜ。魚を発酵？イカの塩から、カツオの死闘、この綿、へしこなんかは内臓や身を半年から1年以上かけて熟成発酵させたものだ。どれも酒の魚に合うものばかりね。癖のあるものだけど、それが日本酒に合うぜ。日本酒以外にも合いそうだわ。そんな話をしてると、日本酒が飲みたくなるぜ。日本人は生魚にしろ、加工した魚であっても、美味しく食べる方法を知っているってわけね。まあ、生魚が美味しい国であることは間違いないから、外国の人には寿司や刺身を美味しく食べてほしいぞ。そうそう、すごく印象的だったのが、駄菓子問屋になぜか訪問していたのよ。面白い番組だな。なんなのこのお菓子は。これを子供たちが購入して食べているわけ？子供だけにはもったいない。もう夢中になって大人買いしていたわね。まあ、駄菓子は大人も子供も大好きだしな、外国人だって興奮するのはよくわかるぞ。でもこんな風にも言ってたのよね。なぜ、大人と子供、なんて風にお菓子をカテゴライズするのかしら？まとめてもいいじゃない。それを聞いてそうだなって思ったんだよね。なぜ子供のお菓子、駄菓子って決めるのかなって。それは私も考えたことがあるんだけど、正直明確な回答はないんだ。でも駄菓子がどうして子供に受けるのか、その理由はわかっているぞ。それって？まず霊夢。考えてみよう、駄菓子の値段ってどれくらいか。今は100円くらいのものが多いかもしれないけど、100円以下、うまい棒に関しては12円だったかな。駄菓子は普通のお菓子に比べて値段が安い。マリサの大好きなチロルチョコだって20。値上がりしたから23円かな。あ、子供に受ける理由は値段ね。そうだぞ。ちなみに駄菓子の定義は50円以下の値段だと言われているな。値段が安く、1個でも購入できる、それが駄菓子と言えるだろう。普通のお菓子は値段が高く、子供のお小遣いでは購入できても、そのお菓子以外は食べられない。たくさんの種類を自由に購入できる、それが駄菓子の魅力であり、子供たちに人気の理由ってことよね。そういうことになるな。手軽に好きなものが購入できる、お小遣いなど自由にできるお金が少ない子供にとって、低価格の駄菓子はありがたい存在だ。人気も出るわけよね。海外には駄菓子のような大きさや値段のお菓子はあまりないので、日本の駄菓子の存在は魅力的でもあるが、不思議な存在と言えるだろう。不思議な存在と、手軽に購入できることが外国人にも好評で、旅行のお土産としても大人気なんだぜ。そうだよね。霊夢が大好きなうまい棒は、地域限定味などもあるから、旅先の思い出として最高だぞ。駄菓子文化は日本の文化とも言われるくらいだから、外国人はもちろん、日本人も理解してほしいぞ。みんな駄菓子をもっと買おうぜ。あ、それ私のセリフ。今回は、日本の食事や食文化に関する外国人の反応を紹介してきたぜ。そういう反応するか？というものもあったと思うわ。情報に対して、自国の当たり前な考え方で理解しようとすると、理解できないこともきっとあるはずだ。外国人がそうであるように、日本人も海外の食文化に、なんだこれ？と言いたくなることはよくあるものね。間違ったままの情報は、できる限り正しく理解してほしいけど、それで日本を嫌いにはなってほしくはないぞ。そうね。直接日本の食文化を体験し、理解してもらえるような環境にまた戻ってほしいと切に願うぜ。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。だぜ。海外の人が衝撃を受けた、日本の食べ物を、知ってますか？
最近は外を歩いていても、外国人旅行者を見かけるようになったねー。あれ？ここって日本？って戸惑うよな。って、何やってるんだよ、私たち。ウィズコロナで外国人旅行者が増えて、浦島太郎のような気持ちになってね。で、お茶を飲んでいたと。そうよ。そんな霊夢はさておき、今回は、海外の人が初めて食べて衝撃を受けた日本の食べ物7選を紹介するぜ。初めて来た日本で、初めて食べたものは何でも衝撃を受けそうよね。その中でも特に衝撃を受けたものを紹介するぞ。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。まず一つ目に紹介するのは、刺身だぜ。刺身は日本食の定番よね。海外では、日本のように新鮮な刺身を食べられないし、食べられても高かったりするから、日本に来たらぜひ食べたいという人が一番多いぞ。日本人は当たり前のようにスーパーなどで刺身を見かけ、普通に食べるから驚きなどないけど、海外の人にとっては驚きの食べ物ナンバーワンよね。海外の人が初めて刺身を体験する前のイメージは、次のようなものだぜ。生で魚を食べたら病気になったりしないかしら？日本人は生きたままで食べることもあるんでしょ？恐ろしいな。とにかく、生の魚は食べたくないっていうのが伝わってくるわね。まあな、日本人のように魚を生で食べる習慣は、ほとんどの外国ではないからな。日本人はクレイジーだ、なんて言われているんだぞ。生魚を食べるのはアジア圏くらい？まあ多いのはアジア圏、ハワイなどはポキ、フィリピンではキニラウ、オランダのマーチェスなどが有名だ。ここでは日本の食べ物を紹介しているので、世界の生魚料理はそれぞれチェックしてみてくれよな。優しくないのね。うるさいな、時短だ。ほとんどの国の人は日本料理以外で生魚を食べることはないから、日本料理イコール生魚って印象の方も多いぜ。日本に来たら刺身を食べよう、ってことね。ほとんどの外国人旅行者が刺身を食べる経験をして帰っていくぜ。ホテルの食事にも刺身は必ず出るし、居酒屋に行きたがる外国人旅行者であれば、刺身の盛り合わせは頼むわね。寿司も食べていくだろうから、刺身を食べるチャンスはたくさんあるぞ。そういうことであれば、生魚に対しての抵抗感はなさそうね。いや、そうとも言えないぜ。そうなの？日本で刺身を食べよう、そう思ってはいても、食べ慣れない生魚だ。先ほどの食べる前のイメージのようなことを考えて、食べるのを躊躇してしまうようだぜ。生イコール危険ってイメージは簡単には払拭できないでしょうしね。しかし、意を決して食べてみると、かなりイメージが変わってくるみたいだぞ。怖かったけど、実際に食べてみるとびっくりするぐらい美味しかった。生臭すぎてダメなものもあったけど、ほとんどのものが美味しかったよ。生臭い？新鮮であれば生臭いわけはないから、磯臭い、海の香りが強いんだと思うぞ。タコやイカが動いていたので怖くて食べませんでした。生きた魚を丸飲みしていた人たちがいたけど、あれは絶対無理。タコやイカは新鮮なものだとまだ動いているものを提供してくれる場合もあるし、シロウオは踊り食いが有名だな。新鮮すぎるもの、踊り食いなんかは日本人だって好き嫌いがあるから、嫌がってしまっても仕方がないわよね。ちなみに外国人が好きな刺身ってあるのかしら？寿司ネタとも被るんだが、サーモン、マグロ、エビが人気のトップ3だぜ。日本人と変わりはないわね。美味しい刺身は世界共通で好かれるってことだな。二つ目に紹介するのは、おでんだぞ。おでん、冬場の定番ね。最近は夏のおでんなんていうのもあるから、冬場のみの定番商品とも言わなくなってきてるぜ。ま、それでもメインは冬だがな。熱々のおでんを持って、ダチョウクラブさんの熱々おでんもやるのかしら？海外の人はやらないぞ。多分、面白いのになぁ。おでんって美味しいけれど、海外の人はどんなイメージを持っているのかしら？そうだな、まずは食べたことのない海外の人のイメージを紹介するぞ。見た目のごちゃっとした感じが、美味しそうに見えない。色がね、地味。食欲をそそらないんだけど。ああ、見た目の問題ね。おでんのつゆの色であったり、煮込んだ色合いが茶色だから、どうしてもビジュアルとしては魅力を感じないというのが見た目の印象だぜ。もったいないねー。茶色いはんぺんなんて最高なのにね。そうだな、あれは最高の食べ物だぜ。そういえば興味深い反応があったんだぜ。え？どういう反応？海外でも大人気のワンピースのキャラクターでおでんの名前を認識している人が多いんだぜ。おでん？そうだぜ、重要キャラクターにもなっているおでんとして認識をしているようなんだぜ。キャラクターと共に認識をしている人は、ほとんど良いイメージを持っているぞ。とても美味しそうだし、綺麗。一度日本で食べてみたいわ。ワンピースを知っているか知らないかで、印象も変わるのね。好きなアニメで紹介しているものは、何でも素敵に見えるものだぜ。
そういうことね。おでんは季節によって食べられない場合もあるから、日本に来たら必ず食べられるとは限らない。レアアイテムみたいな感じになるのかしら？本気で食べたい人は、季節を合わせてくるだろうから、レアといえばレアなのかもな。で、実際に食べた人の感想も聞きたいわね。そうだな、日本に来ておでんを食べた人の感想はこんな感じだぞ。野菜もお肉もよくわからないものも、すべてが美味しいなんて最高だな。コンビニにまであるなんて、日本はどれだけおでんに侵食されているのかしら？けど最高ね。チープな店から高級店までおでんを売ってるってすごいわよね。高級なものも食べてみたかったわ。専門店もあるし、高級店もあるわよね。海外の人が好むおでんの具ってあるのかしら？詳しく調査したわけではないが、最近おでん屋台で見かけた外国人旅行者が食べていたおでんの具ならわかるぞ。かなり局地的な調査ね。3人組だったんだが、そのグループでは、大根、はんぺん、ウィンナーを食べてたぜ。ウィンナーっていうのが外国人らしいわよね。ちなみにマリサはどんな具材が好き？私は餅巾着だな。ドロドロに溶けた感じが大好きだぜ。かなり癖ありな食べ物になるわね。3つ目に紹介するのは、唐揚げだぞ。唐揚げは、日本人も海外の人も、嫌いな人なんていないでしょ。私も唐揚げはとっても大好きだから、ほら、ポケットから、唐揚げが出てくるくらいよ。いつのだそれ。霊夢の唐揚げは、今すぐ捨ててもらうことにして、海外の人も唐揚げの美味しさは知っているんだぜ。フライドチキンと勘違いしてないかしら？見た目が違うだけで同じものと思っている海外の人も実は多いぞ。そうよね、食べたことがないと同じ鶏肉を揚げているから一緒、そう思っちゃうわよね。まだ食べたことがない人はそういう印象なのかしら？そうだな、いろんなイメージを持ってるみたいだぜ。フライドチキンと同じじゃないの？フライドチキンの日本味って感じなのかしら？小さい感じだから、一つじゃ物足りなそうね。海外のフライドチキンは大きい印象があるから、唐揚げと比べちゃうと見劣りするかもしれないわね。ボリュームが欲しい海外の人が物足りないチキン、なんていうイメージがあるみたいだな。今、唐揚げとフライドチキンを比べているけれど、違いはあるのかしら？大きな違いは下味の付け方だぜ。下味の付け方？フライドチキンは、味のついた衣をチキンにまぶす。唐揚げの場合は、鶏肉自体に味付けをして、片栗粉や小麦粉をつける。それを両方とも油で揚げるという作り方だ。そうなると、唐揚げの方が味がしっかりついているということになるわね。フライドチキンは食べ進めていくと鶏の味が味わえるが、唐揚げは最後まで下味のついた肉が味わえるんだぜ。そう考えていくと、私はやっぱり唐揚げがいいわね。ご飯に合うっていうのが一番の魅力よ。確かに、唐揚げはご飯と一緒が最高だよな。日本に来たらぜひ熱々を食べてほしいわね。実際に唐揚げを食べた人は、どんな感想を言うのかしらね。いろいろ感想が見つかったぜ。大きさもちょうどいいし、味もしっかりついてるから、何個でも食べられるぞ。マヨネーズと一緒に食べると、もう手が止まらないわね。ああ、確かに、唐揚げにマヨネーズってエンドレスよね。コンビニでも買えちゃうなんて、日本はどれだけ私を太らせたいの？ふっふ、きっとこの人はコンビニに住みたいタイプね。霊夢の仲間だな。私はそう思ってないわよ。次、四つ目に紹介するのは、ラーメンだぞ。ラーメン、無難なチョイスをしてきたわね。そう思うだろ？しかし、それはリサーチまである私だから、そんな簡単なものを出すわけないだろう。でもラーメンなんでしょ？ラーメンといってもつけ麺だぜ。また、なんとも言えないセレクトね。私はつけ麺の方が好きだけど、海外の人はつけ麺を好きかしら？というか、つけ麺を知っているのか？というところから気になるわ。つけ麺の認知度というところが気になるのならば安心してくれ。吐いてますよ。じゃねえよ。つけ麺も海外での認知度はあったから、いろんなラーメンを食べたい人はつけ麺にもチャレンジしたいと思っているぜ。ちなみにつけ麺専門店三田製麺所は香港にも店舗があるぜ。アジア系はつけ麺とか汁なし麺とか多いからウケそうだよね。これもまだ食べたことのない海外の人のイメージを紹介するぞ。汁が別？ちょっと面倒なラーメンね。冷たいのかしら？温かいのかしら？もしかしてぬるいのかしら？ああ、つけ麺って判断つかないかもしれないわね。ぬるい、をセレクトしてくるところがラーメン好きっぽいぞ。こういう人こそ、日本でつけ麺食べてほしいわね。ぬるくないわ。って言ってもらいたいぜ。けど、普通のラーメンよりはぬるくなりやすいけどね。通常のラーメンとは違うから、その違いを楽しんでほしいけど、実際に外国人旅行者がつけ麺を初めて食べた感想を知りたいわね。そうだな、調べているから紹介するぞ。ラーメンのようにすすらなくていいから、食べやすかったわ。最高ね。あ、つけ麺の方がすすらなくても大丈夫なのかな？
人にもよるだろうけど、ラーメンよりはすすらないのかもな。麺たくさんで嬉しかった。汁飲まなくてもいいのが最高だね。つけ麺の餌は外国人の方がわかるのかしら？霊夢も同じような部分が好きなのか？そうねー、私の場合は汁に入ってない分、伸びにくいのが好きよ。まあ人によって好みもそれぞれってことだな。5つ目に紹介するのは、生卵だぜ。生卵？そうだぞ。生卵は無理なんじゃない？ただただ衝撃だけの食べ物になるんじゃないのかしら？まあ、生卵は生だし、グロテスクだし、ドロドロしているからな。海外の人が嫌がるものをまとめた感じだから、マイナスの衝撃を受けるんじゃないかしら？海外の卵は生で食べられるものではないからな。日本に来ても生卵は食べようと思わない人が多いようだぞ。ちなみにどうして海外の卵は生で食べられないわけ？日本の卵は生で食べることを前提としているので、生で食べることができるんだぜ。生で食べることを前提にしている？そうだ、殺菌消毒をしているので生卵として食べられるんだ。ちなみに、海外の卵は加熱処理を前提としているので殺菌消毒はされていない。だから、生では食べられないぞ。海外の卵を生で食べるとどうなるの？卵がサルモネラ菌に汚染されている可能性があり、食中毒になってしまうかもしれないぜ。それは怖いわね。だから生卵は食べられないと教育されているので、生卵を食べることに抵抗を感じてしまうんだ。いくら日本の卵は安全だって言っても、それでは食べられないわね。だから、生卵を食べたことのない海外の人のイメージは散々なものだぜ。生卵、危険を冒してまで食べたいとは思わないわ。見た目が気持ち悪い。加熱した方が、絶対に美味しいって。生卵の味を知らなければ、仕方のないリアクションかもね。まあ危険を冒してまで食べようという食べ物ではないから、こんなリアクションでも仕方がないぜ。ちなみに、日本以外で生卵を食べる地域ってあるのかしら？ま、ないか。あるぜ。マジ？香港やシンガポールは、日本の卵が輸入されているので、食べることも可能だぞ。知らなかったわー、初耳。しかし、日本の卵を輸入しているというだけであって、日本ほど衛生管理が整ってないから、生で食べるのは注意が必要だぜ。まあ基本は日本以外では生卵は食べない方がいいわね。そうなると、日本でしか食べられない生卵を初めて食べた外国人の反応が知りたくなるわね。おう、調べておいたぜ。見た目はグロテスクだけど、シンプルにご飯にかけて食べると美味しいわね。すき焼き、生卵がなくちゃダメだよね。癖になるねあれは。ロッキーは日本の卵を輸入して飲んでたのかな？ははははは、ロッキーね。ロッキーが生卵を栄養補給の一つとして飲むシーンは、海外ではありえないシーンだったんだぜ。これはクレイジー、死ぬよ、の話だからね。納得するためには、日本から輸入というのが、一番かしら？けど、お金のないロッキーが輸入するのは難しいはずだぜ。現実的ではないわね。生卵は TKG 卵かけご飯が定番だけど、霊夢はそれ以外の生卵の食べ方を知ってるか？すき焼きくらいしかイメージできないわ。釜玉うどん、カルボナーラ、台湾混ぜそばなんかにも生卵が合うぜ。ほほう、美味しそうね。生卵だからご飯、もいいけど、それ以外も美味しそうだな。生卵は日本でしか食べられない、そう思ってもらった方がいいから、より貴重な経験として記憶に残るようだぜ。日本の味が忘れられないからといって、帰国後に生卵を食べないようにしてねー。ひどい目に遭うからな。6つ目の紹介は、カツカレーだな。カツカレー、突如登場してきたわね、カレー。ここで紹介するのはカツカレー。ただのカレーじゃないんだぜ。カツが乗っかっているんだから、かなりゴージャスよね。かな。カレーも特別な日に食べるものだから、カツカレーなんて大切な日に食べるものよ。霊夢、今度好きなだけカレーを食べていいぞ。本当に？そこまでかわいそうな子だったんだ、霊夢。カレーライスは日本が生んだ魔改造の大傑作とも言われているが、それにカツを乗せてしまう、大盤振る舞いな一皿とも言えるぜ。カレーを食べて、カツも食べる、カツカレーにしてそのマリアージュを楽しむ。二重にも三重にも美味しいわよね。海外でもカツカレーは人気だぜ。イギリスでは、コロナのロックダウン中に日本食チェーン店がカツカレーのレシピを公開したことで、人気が急上昇したんだぞ。へぇ、イギリスでカツカレー人気とは意外よね。カツのサクサク感とカレーが絶妙ね。ライスとも合っているから最高ね。かなり高評価をされているぞ。日本でカツカレーが生まれた経緯を霊夢は知ってるか？え？知らないわ。生まれた時からカツカレーはカツカレーで存在するから考えたことがないわね。ちょっとだけカツカレーの歴史を紹介するぜ。
頼むわね、よろしく。カツカレーは昭和23年に東京銀座で生まれたとされているぞ。当時の読売ジャイアンツの選手がカツとカレーを別々に食べるのが面倒と言ったのがきっかけだと言われているぜ。注文して勝手に乗せればいいのに。きっとわがままな選手だったのね。わがままかはわからないが、面倒くさいといったことでカツカレーは生まれたんだぜ。わがままを聞いてくれたお店の人に感謝ね。そうそう、イギリスでカツカレーがブームと紹介したが、イギリスのカツカレーは日本のカツカレーとちょっと違うんだぜ。え？カレーが欧風カレーだとか？その違いもありそうだけど、カツが違うんだ。日本の場合はトンカツのカツカレーが多いが、イギリスはチキンカツなんだぞ。チキンカツ、それも美味しそうね。チキンカツはヘルシーだから、ダイエット中に食べても罪悪感が減りそうだわ。そんなわけないだろ。イギリスにはインド系の人が多く、イスラム教で豚は食べられないものなので、鶏肉になったとも言われているぞ。ハラールね、それは仕方がないけれど、美味しそうだから OK じゃない？そうだな、カツカレーの原型がないのでは困るけど、カツカレーに変わりはないし、美味しくなってる可能性もあるぜ。じゃあ、今度食べさせてもらうカツカレーは、牛と豚、チキンのカツカレーをお願いするわ。破産するわ。最後、7つ目に紹介するのは、おにぎりだぜ。日本の良心とも言えるものをチョイスしてきたわね。おにぎりは、コンビニなどでも手軽に購入できるし、家でも簡単に作れる料理、日本人にとっては当たり前すぎるものだぞ。そうね、あまり意識することはないけれど、ないと困る存在ね。おにぎりはこだわる人は相当こだわるものでもあるからな、奥深いものなんだぜ。おにぎりは海外の人も知ってる日本料理よね。そうだな、海外の多くの人が知っている日本料理だぞ。おにぎりのイメージってどんな感じなのかしら？かわいい、キュート、手軽、ワンコインで食べられるジャパニーズジャンクフードなんていう声があるぜ。かわいいっていうのが意外ね。この他にもご飯がこんなに美味しいだなんて知らなかったわ。種類が多いから何を選べばいいかわからなかったけど、酸っぱいもの以外は美味しかったよ。梅干しはダメだったよね。これは仕方がないだろ。日本に旅行に来た外国人がコンビニでおにぎりを購入する、手軽に日本食を楽しめるので大人気なんだぜ。コンビニで購入し、好きなタイミングで場所も選ばず食べれるっていうのも、観光を楽しむ外国人旅行者が好む理由だ。なんかおにぎりの話をしていたら、無性に炊きたてのご飯が食べたくなってきたわ。ああ、今からご飯を炊くとなると時間がかかりすぎるから、マリサ、私ちょっとコンビニ行ってくるわ。じゃあ私のおにぎりも買ってきてよ。じゃあお金。仕方ないな、ほら。それでマリサは何の具のおにぎりがいいの？そうだな。外国人にも人気のあるツナマヨだな。ツナマヨは外国人に人気なの？そうだぜ、ツナマヨはマヨネーズとツナの混ざったものだから、外国人にも馴染みのある味。食べやすいと言われているぜ。そうなんだ、ツナマヨね。私はエビマヨがいいわね。エビマヨは国籍性別年齢問わずの部分があるな。そうよね、人気があるはずだわ。エビがちょっとリッチな気持ちになるのよね。ツナマヨ以外に海外の人に人気なおにぎりの具って何なの？ツナマヨ、酒、塩むすび。ちなみに東京で最も古いおにぎりの専門店、浅草宿六では次のような味が人気らしいぜ。紅生姜、酒、あみ、生姜味噌漬け。普通では聞かない味ね。そう、外国人は見たことないものや、色で選ぶらしいぞ。色？紅生姜は赤、あみはよくわからないから、なんて理由だそうだ。ふふ、外国人らしいチョイスね。おにぎりはお米さえあれば、海外でも食べることができるけど、やはり具材にもこだわるならば日本で食べてほしいぜ。変わり種のおにぎりもいいけれど、シンプルな具材のおにぎりを日本の風を感じながら食べてほしいわ。そうだな、たまには霊夢もいいこと言うぜ。たまには、和余計よ。今回は、海外の人が初めて食べて衝撃を受けた日本の食べ物7選としていろいろな食べ物と、感想について紹介したぜ。日本独自の食べ物は、海外の人からすれば見た目も味も驚きのものばかりかもしれないけれど、食べてみると美味しかったというリアクションが多かったわね。美味しかったというリアクションがあるのは、日本人として嬉しい限りだぜ。そうね、日本にはいろいろ美味しいものがあるから、もっとチャレンジしてもらって、日本の食を好きになってほしいわね。私たちも海外の人たちに負けないように、日本の味を楽しみ、好きになろうぜ。そうよね、たくさん食べて、海外に美味しい日本食を発信していきましょう。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。海外の人が衝撃を受けた居酒屋の創作メニューを知っていますか？居酒屋といえば、日本特有の飲み屋だよな。
そうね、サラリーマンなどは、利用する機会も多いと思うわ。そうだよな、しかし、海外の人から見ると、衝撃を受ける創作メニューがあるんだ。そうなの？日本の居酒屋に対する海外の人の反応が気になってきたわ。だよな、そこで今回は海外の人が初めて食べて衝撃を受けた、日本の居酒屋創作メニューを7つ紹介していくぜ。視聴者の皆様も色々意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。まず一つ目は枝豆だ。霊夢、枝豆は好きか？大好きよ、塩味と枝豆の甘みがたまらないわよね。でも、海外の人のお口には合うのかしら？実は枝豆は海外でもとても人気なんだ。日本食ブームや健康志向の影響を受けて枝豆は注目を浴びているぜ。そうなのね。それは嬉しいわ。海外の反応はこんな感じだ。レストランで食べたけど本当に美味しかった。ガーリックで食べると本当にうまい。結構いい反応ね。他にも、これは美味しいよ。ママが夢中になってる。などの反応があるぞ。へえ、そうなのね。そもそも海外に、枝豆は存在するのかしら？日本だけ食べていると思っていたわ。枝豆は大豆の未熟な豆を食べるもので、日本ではお酒のおつまみとしてよく食べられるけど、海外でも人気がある食材になってきているぜ。海外に進出していっているのね。その通り。枝豆は日本食レストランやアジアン系の飲み屋でもよく見かけるんだ。特に健康志向やベジタリアン、ビーガンの人々にも好まれているぜ。なるほど、健康的な食材としても注目されているのね。そうなんだ。枝豆は低カロリーでありながら良質なタンパク源となるんだ。ボディメイクや筋トレをしている人たちにとっても最適な食べ物なんだ。健康志向やボディメイクのブームと相まって、枝豆の需要が高まっているのね。その通り。さらに枝豆はお酒やビールにもよく合うよな。海外ではお酒の消費量が多いから枝豆もたくさん食べられているんだ。海外の人たちも枝豆を楽しんでいるなんて親近感が湧くわ。私も枝豆と言ったらビールよ。酒好きとは意外だな。それに枝豆には様々な食べ方があるんだ。蕎麦と一緒に食べたり、炙って食べたり、塩茹でして食べたりできるぜ。ずんだ餅なども枝豆から作られるわよね。これからも枝豆を日本食の一部として世界中で愛されていってほしいわ。まさにその通り。枝豆の人気はますます高まりそうだな。さらに海外の反応を紹介するぜ。枝豆に対する海外の反応はとても好意的なんだ。枝豆を食べるとビールがさらに美味しく感じる。っていう意見もあるみたいだぞ。同感よ。一緒に飲みたいわ。実際に枝豆を食べるとお酒をもっと楽しめるって感じる意見が多いみたいだぜ。さらに、健康にも良さそう、って意見もあるみたいだ。枝豆は、フライドポテトなどの揚げ物よりもヘルシーだものね。たくさん食べても罪悪感が少なそうだわ。そうなんだ。さらに枝豆の甘さに感動した人もいるみたいだぜ。一度に一袋の枝豆を食べたっていう人もいるみたいだ。食べすぎよ。それでも枝豆の美味しさが伝わってよかったわ。海外の人たちも、枝豆を楽しんでくれて嬉しいわ。まさにその通り。枝豆に対しては全体的にプラスな反応がたくさんあるぜ。その人気が伺えるな。そうね。様々な枝豆料理も堪能してほしいわ。そうだな。さらに枝豆は和食の代表を担う存在でもあるんだ。2013年には和食がユネスコの無形文化遺産にも登録されたんだが、枝豆は健康志向や日本食ブームの代表を担っているぜ。そうなの？そんなに人気なのかしら？そうなんだ。枝豆が和食部門で Google 検索ランキングの第2位に輝くほどの人気っぷりなんだ。海外の大手スーパーの冷凍食品売り場では枝豆というローマ字表記で売られてるみたいだぜ。すごいわ。これからも枝豆には人気になってほしいわね。そうだな。枝豆は健康的で美味しいおつまみとして世界中の人々に愛され人気が高まることを期待しているぜ。二つ目は天ぷらだ。さて、次は天ぷらを紹介していくぜ。霊夢は天ぷらが好きか？もちろんよ。あのサクサクした衣がたまらないわよね。そうだな。天ぷらの特徴は食材を衣で包んでサクサクに揚げる日本料理だよな。そうね。食材も様々なものがあるから楽しみ方は無限大よね。海外の方でも食べやすいと思うわ。そうなんだ。天ぷらは魚介類や肉、野菜など様々な食材を使用しているから海外の方も受け入れやすいんだ。海外の反応はこんな感じだ。タレやお皿に油が残ってないことにすごく驚いた。あんなに美味しいものは初めて食べたよ。こちらも結構いい反応ね。他にも、フライ料理がこんなに美味しそうに見えるなんて思わなかった。などの反応があるぞ。日本の天ぷらは大好評じゃない。でも、天ぷらっていつ頃から食べられてきたのかしら？
天ぷらは長崎天ぷらを起源にして東に広まったんだ。江戸料理の一つとしても知られているぜ。江戸の料理なのね。庶民的な食べ物だったのかしら？そうだぞ。もともとは屋台で食べられていた江戸庶民の大衆的な料理だったんだ。現在でも家庭料理にとどまらず、スーパーマーケットや立ち食いそば店で親しまれているよな。庶民的な料理として定番の一品よね。その人気が海外にも伝わっているんだが、海外では衣が厚くて素材の味が活かされていないそうだ。それは残念ね。日本の天ぷらは衣が薄くてサクッとしているから素材の味が引き立つのよね。そうなんだ。特に日本の天ぷら専門店では材料の選別や調理に手間暇をかけているから、その天ぷらを食べたら海外の人は感動するそうだ。それは誇らしいわね。様々な食材を食べてみてほしいわ。ちなみにマリサはどの食材の天ぷらが好きかしら？少し変わっているんだが、エビの天ぷらが好きなんだ。エビかよ。海外でも天ぷらの種には魚介類や野菜、キノコ類、海藻などが使われており、とても人気だぞ。アクのある野菜は前処理をして高温で揚げることでえぐみや苦味を抑えるってところも天ぷらのいいところだよな。なるほど、アクのある野菜でも工夫がされているのね。そうなんだ。海外の人からは、専門店の天ぷらは脂っこくなくカラッと揚がっていてしつこくないという評価もあるぜ。塩や天つゆで食べるとさらに美味しいと好評なんだ。日本の天ぷらは技術や知識がないと難しいのね。家で作るのとプロの調理師が作るのとでは衣の薄さやサクサク感のレベルが違うわよね。その通り。プロの調理師が作る天ぷらは衣が薄くてカラッとしているからサクサクの食感を楽しめるよな。それに脂っこさも感じないから油物の食事でも胃もたれしないよな。その点も海外で人気の理由の一つかもしれないわね。日本の天ぷらは素材の味を生かしつつサクサクとした食感を楽しめるんだから、海外でも広まってほしいわ。そうだな。海外の人にもぜひ日本の本格的な天ぷらを味わってもらいたいぜ。ちなみに天ぷらは日本食でいうとどのくらい人気があるのかしら？先ほどの紹介した枝豆は Google 検索キーワードランキングの和食部門で2位だったが、天ぷらは10位以内と高順位だったぜ。結構人気なのね。そうだな。さらに天ぷらから発展していき、シンガポールでは天丼なども人気みたいだぜ。天丼もいいわね。天ぷらって様々な料理にも応用できそうだから、たくさんの人に好まれそうよね。そうだな。私たちもいろんな食材を天ぷらにしてみようぜ。三つ目は焼き鳥だ。焼き鳥って居酒屋でよく食べられているよな。焼き鳥は手軽で美味しいチキン料理として居酒屋で人気のメニューだものね。私も大好きだわ。ちなみに、霊夢は何の焼き鳥が好きなんだ？私は、ネギマのネギが好きよ。ネギかよ。それにしても、焼き鳥はお酒に合うわよね。そうだよな。焼き鳥は小さな串に刺した、一口サイズの鶏肉料理だから、手軽にビールなどの酒と一緒に楽しむことができるぜ。日本では、居酒屋文化の一環として愛されており、外せない存在だよな。そうね、軽食として楽しむこともできるわよね。海外でも同じような料理があるのかしら？スペインではピンチョスと呼ばれる鶏肉を用事で刺した一口サイズの料理やバゲットに乗せて食べる軽食があるが、焼き鳥とはまた違ったスタイルなんだ。やっぱり日本の居酒屋文化は特別なのね。海外の反応はこんな感じだ。焼き鳥を食べたことない人は人生に満たされてないよ。日本人は好まれない動物の部位を料理して美味しそうにするのがいいね。焼き鳥も愛されているのね。他にも、俺なら50本は食えそうだな、などの反応があるぞ。50本は多すぎよ。それでも居酒屋文化が人気でよかったわ。そうなんだ。最近では海外の人向けに居酒屋巡りツアーが開催されるなど、居酒屋文化が海外でも注目されているぜ。お酒が安くて種類も豊富、軽食からご飯まで幅広いメニューが魅力と言われているぜ。居酒屋文化が世界で評価されているのは素晴らしいことね。話は焼き鳥に戻るが、実はフランスでは寿司よりも焼き鳥が人気なんだ。フランスの料理サイトでも、ブフフロマージュ焼き鳥が最も流行っている串焼き料理として紹介されているんだ。フランス人にとって焼き鳥が一番好きな日本料理なのね。すごい人気なのが伝わるわ。そうなんだ。アメリカやイタリアでも焼き鳥は人気だけど、寿司や天ぷらには及ばないみたいだからな。それでも焼き鳥の魅力は世界中で広まっているのね。まさにその通り。焼き鳥の美味しさと楽しさは国境を越えて愛されているんだ。とはいえ、使用している部位によっては、海外の人も受け入れられない焼き鳥もあるんだ。そうなの？どの部位かしら？それは皮だ。ブヨブヨした食感が馴染めない。なんて声もあるぜ。世界的にも珍しい食べ方なのかもしれないわね。他の部位はどうなのかしら？全体的には好印象みたいだぜ。特に人気なのは、つくねと振り袖みたいだ。つくねと振り袖が人気なのね。どんな反応があったのかしら？
つくねのタレがベタベタしていないから好きだという反応もあるみたいだな。軟骨も美味しかったという意見もあるみたいだぜ。タレのベタベタ感がないのは良い点なのね。他の反応も気になるわ。他にもタレがたっぷりついている焼き鳥が好きで、つくねはまあまあという反応もあったぜ。振り袖はすごく美味しかった。もも肉はタレなら満点なんて反応もあったな。それぞれの好みがあるのね。日本の味でもみんなが楽しめるなんて素敵だわ。まさにその通り。焼き鳥の美味しさは国境を越えて愛されているんだ。世界中の人が楽しめる料理と言えるな。四つ目はおでんだ。おでんもこれまで紹介した食べ物に引き続きとても人気なんだ。そうなの？調理法はシンプルなのに人気なのね。そうなんだ。実はおでんって海外でも進出してるんだぜ。特にタイや中国、香港のコンビニではよく見かけるみたいだ。おでんが世界進出してるなんて驚きだわ。海外の反応はこんな感じだ。寒い冬にぴったりで美味しそう。とにかく美味しいね。東京に旅行した時に何度も食べた。わかるわ。冬に食べると美味しいわよね。他にも日本食は全体的に好きだけど、おでんはダメだわ、などの反応があるぞ。マイナスの意見もあるのね。そもそも、海外の人には和風の味付けは合うのかしら？そうなんだ。実は海外の人にとっては昆布や鰹節で取った和風の出汁がちょっと癖があるって感じる人もいるみたいだぜ。確かに、出汁って海産物から作られることが多いわよね。海産物を食べる習慣がない国の人にとってはおでんの出汁の味は少し得意な感じがするかもしれないわね。そうなんだ。それにさらにおでんには魚の練り物がたくさん入っているよな。一部の国の人にとってはちょっとハードルが高いかもしれないぜ。おでんを好む国もあれば、苦手な国もあるってことね。それに、海外の人にとっては、鍋料理自体が苦手な人もいるんだ。具材がぐちゃぐちゃに使っている様子は、見た目も特徴的だからな。確かにイタリア料理など、見た目を重視する料理文化もあるし、苦手な国も多いかもしれないわね。その通り。鍋料理の見た目やおでんの色味が、海外の人にとっては、あまり食欲をそそらないっていう意見もあるみたいだぜ。それに、大根がぐちゃぐちゃに崩れている姿も美味しそうに見えないかもしれないわね。そうなんだ。さらに居酒屋でおでんを楽しんでいる日本の光景は海外の人にとっては衝撃的だそうだ。そうなの？日本のおでんの風景はどのように特別なのかしら？みんなで一つの鍋を囲んで楽しむ姿は海外の人にとっては驚きだそうだ。そうなの？それもおでんの良さよね。私は囲む人がいないけど、寂しいな。おでんは日本ならではの食文化なのね。海外でも受け入れられる国が増えてくれればいいわね。まさにその通り。おでんの魅力をもっと世界に広めていけるといいよな。とはいえ、おでんが結構好きな人が多いのは事実だぜ。あるアンケート結果では、海外の人の約8割の人が、おでんが好き、と答えたみたいだ。そんなに？おでんが好きな人が多いのは嬉しいわね。先ほど聞いたおでんが苦手な人は一部なのかもしれないわね。そうなんだ。おでんは他の料理と比べて癖が少なくて食材も柔らかく食べやすいから外国の方にも馴染みやすいんだ。今ではコンビニなどで手軽に食べられるのも魅力的だよな。そうね。それにおでんは寒い日に温まることや色々な具材を楽しめることが魅力的だものね。それにヘルシーな点も健康志向に合っているわ。そうなんだ。世界的に健康志向が高まっているからおでんのヘルシーさも受け入れられているぜ。だからたくさん食べてもいいわよね。それは太るぞ。海外の人はどのようなおでんの具が好きなのかしら。人気なおでんの具として大根や卵が人気の具材として挙げられているぜ。確かに大根や卵は万国共通の人気がある食材だからおでんの中でも人気なのかもしれないわね。そうなんだ。それに餅入り巾着や焼きちくわ、さつま揚げなどの定番のおでんも支持を得ているみたいなんだ。そうなのね。おでんの具材の多さが食の楽しさにつながっているのね。そうなんだ。ちなみに、餅入り巾着が意外と人気があるそうだぞ。アメリカのロサンゼルスでお餅を振る舞った人がいるんだが、餅だけでは大不評だったけど、餅入り巾着では違う評価を得たみたいだ。おでんの出汁が染み込んで、お餅に優しい味がつくし、食感もトロトロになるから、通常のお餅とは違った楽しみ方ができるのかもしれないわね。そうなんだ。さらに、おでんは一度食べてみて美味しかったら、さらに色々な具材に挑戦できるっていう意見もあるみたいだぜ。おでんの多様な具材は食の楽しさにもつながっていると言えるな。5つ目はお好み焼きだ。霊夢、お好み焼きってどんなイメージだ？お好み焼きは日本の郷土料理でキャベツや肉、麺を焼いたものだけどとても美味しい印象よ。そうなんだ。お好み焼きって見た目がちょっと特殊で形も崩れていることが多いよな。でもそれがお好み焼きの魅力でもあるんだ。
海外の人からも美味しいと評判がいいぜ。そうなの？海外の人のお口にも合うのね。そうなんだ。中身が溶けていてふわふわの食感が楽しめる。特にキャベツが甘くて美味しい。なんて意見があるぜ。そうよね。キャベツの甘みとソースがマッチして美味しいわよね。さらにお好み焼きには広島風お好み焼きと関西風お好み焼きがあるよな。そうね。どちらも美味しいわよね。そうだな。広島風ではお好み村と呼ばれるお好み焼きの店ばかり並んでいるところもあるぜ。そうなの？観光スポットになってるのかしら？もちろんだ。海外の人も多いぜ。海外の反応はこんな感じだ。広島風お好み焼きは迷うことなく日本で食べた一番好きな食べ物だった。日本料理は見た目がキモいのも多いけど、味はいいから試す価値がある。見た目はあまり評価されていないのね。他にも、キムチお好み焼き最高。などの反応があるぞ。トッピングも楽しんでいるわね。そうだな。ただ、お好み焼き自体の見た目が綺麗ではないから、初めはためらう人もいるみたいなんだ。そうなの？味わえば絶対ハマるわよ。まさにその通り。初めはお好み焼きを食べるのにためらってた人も、一度食べてみると、やっぱり美味しいって思うみたいだぜ。あと、お好み焼きの良さといえば、作られる過程が見れるってことだよな。そうね。広島風お好み焼きは、目の前で作ってくれることが多いものね。そうなんだ。2023年5月に行われた G7 サミットでも注目されたみたいだぞ。2025年大阪・関西万博では会場で提供する食の目玉候補にも上がっているみたいだ。G7 サミットでも注目されたの？そうだぞ。なんと英国のスナク首相がお好み焼き作りを体験したみたいだ。それはすごいわね。さらにお好み焼きソースを作っているオタフクソースによると世界中でお好み焼きの店が増えてるみたいだぜ。結構増えているのかしら？2021年時点で約430点あったんだが、16年の約300点から 1.4 倍に増えてるみたいだぞ。すごいわね。大人気じゃない。私には劣るけどな。興味ないわ。さらに韓国が約100点と最多で、中国や台湾、欧米でも増えているみたいだぜ。国特有のお好み焼きが生まれる日が近いかもしれないわね。そうだな。お好み焼きはアレンジの幅が広く、地域ごとに独自のスタイルがあるんだ。だから、地域特有の名産を入れて食べることも可能だよな。海外の人からも、大好きな日本食として評価されていることが分かったわ。そうなんだ。日本食の中でも、お好み焼きは人気があって、外国の方々にも愛されているんだ。お腹が空いてきたわね。お好み焼きを食べたくなったわ。俺もだ。お好み焼きは日本の居酒屋や、お好み焼き専門店で楽しむことができるぜ。6つ目は、刺身だ。霊夢は刺身は好きか？とても好きよ。さっぱりしてて美味しいわよね。だよな。最近は海外でもお寿司が広まっているから刺身の人気が増えてきているぜ。とはいえ、刺身は生の魚や卵を食べる料理だから海外の人でも苦手な人が多そうよね。日本では昔から食べられているから抵抗がないように感じるわ。そうなんだ。日本では多くの飲食店で刺身が提供されていて、切り身や盛り合わせとして楽しまれているよな。でも、霊夢の言う通り、海外では生の食べ物は危険と考えられている国もあるんだ。海外では生食が危険とされているのね。それは日本とは違うところだわ。そうなんだ。日本では徹底した衛生管理のもと、安心して生で食べられるんだ。だから、海外の人が初めて刺身を食べると驚くこともあるぜ。そうなのね。初めて食べる食感や風味に驚くのね。海外の反応はこんな感じだ。生臭さがあり、口の中が海になったようで耐えられなかった。中トロはうますぎる。ステーキみたいにとろけるけど、魚なんだよ。刺身は賛否両論なのね。他にも、イカのヌルヌルしている感じが嫌い。匂いも嫌。見た目も怖い。などの反応があるぞ。やはり食べ慣れてなければ、生臭く感じるのね。その通り。アメリカ出身の人も、イカやタコも食べる文化がないから、エイリアンみたいで食べられないと思う人もいるんだ。という意見もあるぜ。エイリアン？失礼ね。だよな。日本での普通が海外では驚かれることがあるぜ。文化の違いで食べ物の見方も変わるのね。まさにその通り。その中でも特に魚の池作りは苦手という声が多かったんだ。池作りが苦手なの？それはなぜかしら？魚やエビを生きたままさばいたお刺身だから新鮮さを味わえてとても美味しいわよ。タイの池作りが出たけど、魚の頭が丸ごとついていて見た目がダメだった。という意見があるぜ。確かに見た目は強烈かもしれないわね。そうなんだ。見た目によっても食べ物の受け入れ方は変わるんだ。さらに、魚が生きていたままの姿のように並べられていると見た目に罪悪感が出てくる。なんて意見もあったぜ。意識したことがなかったけど、言われてみればそうかもしれないわね。
海外でも刺身が一般的になってきているけど、池作りは普及しないかもしれないわね。そうなんだ。各国の文化や考え方によって、食べ物の受け入れ方も異なるから、寿司のようにはいかないかもな。食べ物の文化の違いって面白いわね。本当に面白いよな。食べ物を通して異文化の魅力を感じることができるぜ。七つ目はイカの塩辛だ。霊夢はイカの塩辛を食べたことがあるか？食べたことあるわ。でも、どのように作っているかは知らないわね。とても美味しいよな。イカの塩辛はイカの細切りに肝臓と食塩を加えて発酵させる発酵食品なんだ。発酵させているの？それは知らなかったわ。そうだぞ。イカの肉と内臓を別々に塩蔵して熟成させた後、混ぜて完成だ。変わった調理法ね。初めて知ったわ。イカの塩辛は塩蔵での熟成に3日ほどの時間をかけて作られているぜ。そうなのね。作るのにも時間がかかっているのね。そうだな。伝統的な塩辛は塩分が高くて仕込み期間も長いんだけど、最近は少ない塩で短期間で作れるイカの塩辛もあるみたいだ。なるほど。イカの塩辛って結構辛いわよね。塩分が多いのかしら？その通り。伝統的な製法では塩分は 8% から 15% ぐらいだぜ。すごいわね。通りで辛いはずだわ。そうなんだ。だから保存料を使わずに常温保存できるぜ。ところで海外の人にとってイカの塩辛は口に合うのかしら？海外の人にとってイカはあまり馴染みのない食材で、イカの塩辛の匂いや味、独特の食感に拒否反応を示すこともあるみたいだ。海外の反応はこんな感じだ。これは無理かも。見た目が納豆よりやばい。猫も食べねえよ。イカの塩辛はとても不評ね。他にも、ナメクジみたい、などの反応があるぞ。それも失礼ね。でも、海外の人にはちょっとハードルが高いのかもしれないわね。日本酒や白いご飯との相性がいいから楽しんでみてほしいわ。まさにその通り。イカの塩辛は日本の居酒屋文化や食文化の一部であり、楽しめる料理だよな。とは言いつつも、世界の 90% の人は生のイカを食べないみたいだから抵抗はあるんだろうな。そんなに生のイカは食べられてないのね。知らなかったわ。寿司や刺身が広がっていけば、イカの塩辛も抵抗なく食べられる日が来るかもしれないわね。そうだな。これからも日本の居酒屋創作メニューが海外へ広がることに期待しようぜ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょうだぜ。海外の人が驚いた、日本の激うまな寿司を知っていますか？魚魚魚。どうしたんだ霊夢。さっき寿司屋の CM を見て、魚が食べたくなっちゃったの。そういえば外国人って日本に来た時寿司を食べたがる傾向があるわよね。日本といえば寿司という人が多いからな。生魚を食べたことがない外国人にとって、寿司は未知の食べ物らしいぜ。外国人はどんな寿司が好きなのかしら？ということで今回は初来日で外国人が初めて食べて衝撃を受けた寿司を7選紹介していくぜ。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目はマグロだぜ。寿司といえば定番のマグロよね。寿司には本マグロがよく使われているぞ。私、マグロの解体ショーを見たことがあるのだけれど、マグロってすっごい大きいのよね。私の身長よりも大きかった気がするわ。種類によっては、2、3メートルにもなるマグロもいるそうだからな。そうそう、私が見たのもそれくらい大きかったの。マグロの解体ショーとは、マグロの説明などの演出を入れながら包丁さばきを見せる、一種のエンターテインメントだぜ。マグロをあんなに綺麗に切るんだから、職人ってすごいよな。テレビの取材とか雑誌の取材とかも来てて、大盛況だったわよ。マグロの解体ショーは、海外の人にも大人気らしいぞ。そんなマグロは、鈴木目サバカに属する大型の回遊魚だぜ。回遊魚って何？成長段階や環境の変化に応じて、海から川へ、または川から海へ生息場所を移動する魚のことだな。マグロの場合は、広大な海域を泳ぎ回って暮らしているんだぜ。なんでそんなに泳ぎ回るのかしら？マグロは産卵のためや餌を求めて、広い海を回遊しているんだぜ。一年の半分は餌を求めて、後の半分は産卵のために回遊しているそうだぞ。餌と産卵のためだったのね。ちなみにマグロは、世界の海で見られる魚の中でも特に大型になる肉食魚なんだぜ。肉食だったの。魚ってサメ以外は微生物を食べている感じがしていたわ。サメ以外がそうだったら、今頃海洋生物の環境は崩壊しているぜ。日本の食卓によく上るのは、クロマグロ、ミナミマグロ、キハダ、メバチ、ビンナガなどが有名どころだな。全部大好きな魚だわ。
美味しくて手が止まらなくなるのよね。マグロは酸味が強く、脂身部分は甘みを感じる魚だぜ。ねっとりとした脂があって、甘みと酸味のバランスが取れているのがマグロの特徴だな。酢飯との相性も最高なのよね。でもなんでマグロってお寿司にすると、より美味しく感じるのかしら？マグロの持つ脂は不思議な特徴を持っているからな。不思議な特徴？ああ、マグロの脂は下につくと酢飯の刺激や魚臭さ、赤身の鉄味などを和らげてくれる不思議な力を持つんだ。さらに滑らかな舌触りや、柔らかな味わいを強調するという面白い魚なんだぜ。まるで人間に食べられるために生まれてきたような魚だわ。マグロの脂は不飽和脂肪酸というものがあり、融点が低く舌の上で溶けるようにできているぜ。脳に快感物質の放出を促すという科学的根拠もあるそうだぞ。だから口に入れた途端とろけるような味わいがあるのね。そんなマグロは海外の人に、マグロは特別な魚だ、脂身が少なくて最高だよ、と大絶賛されているんだぜ。外国人の口にも合う魚なのね。赤身以外の部位だと、中トロは、ちょうどいい味だ。脂身が多すぎず少なすぎず、最高の味だね。って感じに評価されているぜ。脂身が多いと嫌っていう人もいるものね。じゃあ大トロはどうなのかしら？霊夢の言う大トロは、脂身が少し多いかな？噛まなくてもいいくらい柔らかいんだね。と、好みが分かれるようだぜ。やっぱり脂身が多いとダメな人もいるわよね。日本人でも大トロは、好き嫌いが分かれやすいよな。でも私は、あのトロっとした感覚が好きだぜ。マグロはどこを食べても口の中でとろけてなくなるから、すごく美味しいわよね。マグロだからこそ味わえる食感だよな。苦手な人は中トロか赤身を食べることをおすすめするぜ。マグロの話を聞いていたら食べたくなってきたわ。霊夢はマグロそのものをそのまま出しても、喜んでかぶりつきそうだよな。出ない状態ではかぶりつかないわよ。二つ目はイクラだぜ。プチプチとした食感と、濃厚な味わいが特徴の魚の卵ね。イクラは、鮭やマスの卵を塩漬けにした食べ物だぜ。鮭やマスの卵？鮭だけじゃないの？結論から言うと、鮭とマスは生物学的に明確な区分はないんだぜ。どちらも鮭目鮭科の魚だ。そうだったの。マスというのは、日本で一般に鮭類と呼ばれる魚以外の鮭科の魚をまとめた総称のことを言うぜ。知らなかったわ。この雑学は、割と知らない人が多いからな。知らないといえばもう一つ、イクラってスジコと似ているけれどスジコは何の卵なのかしら？それも同じ卵だな。嘘でしょ。スジコは卵巣膜に入っていて、卵同士が繋がっている状態の鮭やマスの卵のことを言うぜ。一方イクラは、スジコから卵巣膜を外してバラバラになった状態のことを指すぞ。主に秋鮭の卵をほぐしたものが主流だな。バラバラかそうじゃないかの違いだったのね。てっきりワニかなんかの卵だと思っていたわ。せめて別の魚と勘違いしててくれ。あ、それと私イクラの雑学クイズ一つ知ってるのよね。イクラは美味しいけれど、イクラそのものには味がないんでしょ？よく知ってるな。イクラといえば濃厚な甘さが印象的だが、実はイクラそのものには味がないんだぜ。イクラが美味しいのは、旨味を引き出す調味料で漬けているからなんだ。だからイクラって、噛むと中からとろっと甘い味が口の中で広がるのね。イクラは漬け込む調味料がとても重要とされているんだぜ。でもイクラって海外の人の口に合うのかしら？他の魚と違って形も違うし、卵って聞くと警戒しそうなイメージだわ。私も最初はそう思っていたんだが、海外の人からすると、プチプチして面白い食感だわ。魚版のタピオカみたいだね。という感じに、見た目も食感も楽しく味わってくれる外国人もいるみたいだぜ。魚版のタピオカ、イクラをタピオカに例えるだなんて、面白い発想だよな。一度もタピオカと比べたことがなかったから、驚きと納得の感情が入り混じっているわ。キャビアと比べるのかと思っていたから、私も最初は驚いたぜ。でも赤く色をつけたタピオカが酢飯の上にあったら、一瞬でも騙されちゃいそうだわ。大きさは違うけれど、とびっこかイクラと間違えそうだぜ。は、今典型を受けたわ。タピオカミルクティーのタピオカを、イクラにすれば売れるのでは？さすがにやめた方がいいと思うぞ。三つ目はイカだぜ。イカってコリコリして美味しいわよね。私もイカ大好き。霊夢が好きなのはイカの塩辛の方だろ？え、塩辛も好きだけどどうして？酒のつまみになるからな。私はそんなに酒豪じゃないわよ。イカは皆おなじみの、かの有名なゲームにも登場する軟体動物だぜ。現実のイカは、インクの代わりに黒い墨を吐いてくるけれどね。ちなみに軟体動物とは、筋肉でできた外頭膜で内臓が保護されている動物を指すぞ。イカって動物に分類されているのね。てっきり魚の仲間かと思ったわ。勘違いされやすいが、イカはホタテなどの貝類と同じ扱いになるぜ。そうなの。
は、初耳だわ。ところで霊夢、イカの足は何本かわかるか？10本。一応正解ということにはしてあげるけれど、本当は違うんだぜ。確かにイカは10本の足のようなものが見られるが、厳密に言うと8本の足と2本の触腕があるんだ。触腕って何かしら？伸縮自在で、餌を捕獲するための特殊な腕のことだな。他の足とは違って先端部が広がっていて、その内面にのみ吸盤があるんだぜ。器用な腕なのね。そんなイカはどこの寿司屋に行っても見かけるくらい有名なネタだ。確かに、回っている寿司屋も回ってない寿司屋も置いているイメージがあるわ。海外の人もイカの食感は癖になるんじゃないかしら？ところがイカを食べたことがない外国人からすると、焼いたら好きだけど、生は嫌だな。って言われることもたびたびあるんだぜ。あら、口に合わない人もいるのね。生臭さとかもあるし、見た目の問題もあるそうだ。でも外国人の中には、イカが好きだっていう人もちゃんといるぜ。嬉しいわね。どんな反応をしてくれているのかしら？表面が滑らかすぎて、コンピューターのマウスかと思ったよ。噛み応え抜群。といったところだな。コンピューターのマウス、独特な表現だわ。これは高級な寿司屋に行った外国人の反応だな。ツヤツヤした見た目が、コンピューターのマウスにそっくりだったそうだ。確かに高い寿司屋だと、つるっとしたイカが多いわよね。安いところだとつるつるしたイカはなかなか見かけないが、高いところだと表面が滑らかなイカが多いよな。私もイカが食べたくなってきたわ。はい、イカの塩から。ありがって。食べたいのはお寿司のイカよ。四つ目はタコだぜ。チューチュータコかいな、でおなじみのタコね。そのネタ、今の世代の人に通じるかな。通じるわよきっと。タコはイカと同じ、軟体動物に分類されている生き物だぜ。岩礁地帯や砂地、低地といった場所に住んでいるそうだ。まだこの場合は水深およそ40メートルまでの浅い海底によく潜んでいるぜ。意外と浅いところに住んでいるのね。その他の種類だと水深1000メートル以上の深海に生息しているものも確認されているぞ。いきなり深いわね。そんなに深く住んでいて、餌は見つけられるのかしら？タコの餌は小魚の他に、カニやエビなどの甲殻類を好んで食べるんだ。水深が深いところでもタコの餌は豊富だから、安心してほしいぜ。カニとかエビって砂の上を歩いているイメージだものね。それなら深海にもたくさんいそうだわ。さあ霊夢、タコの足は？10本。今度こそ間違えないわよ。はいブブー。嘘。なんで不正解なのよ。イカの足が8本ならタコは10本でしょ。それはどちらかが8本足で、どちらかが10本足って覚え方をしたんだな。だがさっき言った通り、イカは8本の足と2本の触腕があって10本に見えるんだ。あ、つまりタコは8本足ってこと？そういうことだぜ。じゃあ、どっちも足の本数は8本だったのね。面白雑学だから、周りに自慢してみるのも良いかもな。雑学を自慢したがるのって、中学生までじゃないの？自分の知識を披露するくらい別にいいだろ。おばあちゃんの豆知識と同じで、知識を与えるのに年齢は関係ないんだぜ。そんなタコは海外の人にどんな風に思われているのかしら。タコは見た目が怖いという理由で、食べたがる人が少ないそうだぞ。イカと同じ理由なのね。でもタコ焼きから生のタコが好きになった人もいるんだぜ。タコ焼きはタコが隠れているから、見た目を気にせず食べやすいそうだ。タコ焼きからタコに興味を持って、お寿司で食べた人もいるのね。タコは海外の人から、こんな反応をされているぞ。タコ焼きから好きになったけど、たまらなく美味しい。頭を水槽に突っ込んで、直に食えたいくらいだ。勢いが良すぎるわね。活気づいててびっくりするよな。魚じゃないけれど、息が良すぎるぜ。今まで見た目で判断していただけで、食べてみたら案外美味しかったのね。美味しさがよく伝わってくる反応で、聞いているこっちも嬉しくなるわ。イカもタコも見た目で嫌われがちだが、歯ごたえが良くて美味しいんだぜ。見た目が嫌な人は、まずはタコ焼きから入ってみるといいぞ。お祭りの時に食べてみるのもありかもしれないわね。5つ目はアナゴだぜ。私、お寿司屋さんで長いアナゴの牛を見たことがあるわよ。スーパーではなかなか売っていないが、ちゃんとしたお店だと見かけることがあるよな。たまに海苔が巻かれているのもあって、すっごく美味しいのよ。卵寿司みたいに海苔が巻かれているんだけど、私は巻いている方が好みだわ。海苔が巻かれているといえば、アナゴの巻き寿司とかもあるよな。そんなアナゴは、うなぎ目アナゴ科に属する魚類のことを指すぜ。うなぎによく似た細長い体型の海水魚なんだとか。アナゴとウナギって似ているけど、同じ魚だったりするのかしら？形状は似ているけど、ちょっと違うな。ウナギはウナギ目ウナギかウナギ属、アナゴはウナギ目アナゴか黒アナゴ属に属しているんだ。ウナゴ目アナギか？いろいろ混ざっているぞ霊夢。もっと簡単に見分けるならば、体の模様で判断するといいぞ。体の模様？そんなに違っているの？
ああ、アナゴの見た目はウナギに比べ、色は薄茶色で薄い斑点があるんだ。こんなにも色が全然違うのね。あと似ていると思われがちな体つきも、よく見るとちょっと違うんだぜ。ウナギは下顎が出ていて、アナゴは上顎が出ているんだ。本当だわ。こうして並べてみると、かなり違っているのね。形状は似ていても、全く違う魚であることがわかるよな。霊夢だったら、ウナギとアナゴを逆に出されても気づかなそうだぜ。それくらい気づかなそうだわ。そこは拒否して欲しかったぜ。でも私アナゴもウナギも大好きよ。海外の人も好き好んで食べるイメージがあるわ。アナゴは海外の人から、ご飯と一体化している感じがして、ちょうど良い味ね。こんなに柔らかい魚初めて。と、霊夢の予想した通りの反応をされているぜ。わかるわ、アナゴの身ってふわふわして柔らかいのよね。海外の人に喜んでもらえると、聞いているこっちも嬉しくなっちゃうわ。ご飯との相性も良くて、いくらでも食べれそうだよな。いくらでもって、寿司だけに？そういう意味で言ったんじゃないぞ。6つ目はコハダのスジメだぜ。コハダのスジメ私も大好き。でもなんでわざわざ、手間のかかるスジメなんてするのかしら？それは小骨を柔らかくさせるためなんだぜ。お酢をつけるだけで、小骨が柔らかくなるの？そうだぜ、骨の主成分はカルシウムとコラーゲンだからな。中でもリン酸カルシウムは、酸性のものに反応して溶けるんだ。あ、なんかそれ聞いたことあるわ。学校のテストに出た記憶があるような？理科の実験や教科書とかで、見たことがある人もいるかもしれないな。お酢は言うまでもなく酸性の食品だ。だからコハダをすしめにすると、小骨が柔らかくなって食べても気になりにくくなるんだぜ。コハダって小骨が多いものね。歯に挟まるのが難点なんだけど、すしめにすると挟まりにくくなるのってそういう理由があったのね。あとは味をさっぱりさせるためとかもあるな。もし酸性のもので骨が溶ける反応を見てみたくなった人は、他の人が出している実験動画を見てみるといいぜ。ちょっと怖いけれど、硫酸に骨をつける実験がわかりやすいと思うわ。ちなみにコハダはニシン目ニシン科の魚類で、東アジアの内湾に生息すると言われているぜ。え、コハダってニシンだったの？これも知らない人が多いよな。コハダは成長によって呼び名が変わる出世魚なんだぜ。成長によって変わる？大きくなると竜宮の使いになるとか？そこまで一気に姿が変わることはないぞ。全長が5センチ程度のものはシンコ、7センチから10センチ程度のものをコハダ、そこからさらに大きくなって13センチ程度になると、中積みと呼び名が変わるんだぜ。大きさによってコロコロ変わっていくのね。もっと成長して15センチ以上になった場合は、この城と呼ぶそうだ。呼び名が変わりすぎて、だんだん混乱してくるわ。生まれた頃は田中って名前だったのに、背が伸びるにつれ小林とか佐藤とかに変わっていくようなものでしょ？斬新な例えだが、簡単に言うとそういうことだな。ちなみにブリアボラ、スズキとかも同じ出世魚なんだぜ。名前が変わる魚たち、生きるのが大変そうだわ。大きさもばらつきがあって、味にも影響されてきそうね。そんな霊夢に朗報だ。美味しいコハダを見分けるポイントがあるから、見極めてみるといいぞ。え、何それ？聞きたい聞きたい。まず着目するのが目の色と腹の色だ。銀色に輝いているものを選ぶのが良いとされているぜ。銀色にキラキラ光っているものがいいの？ああ、鮮度が落ちてくると目が赤色になったり、腹が黒ずんできたりするんだ。目や腹の色を見て、できるだけ新鮮で美味しいコハダを選ぶようにするといいぞ。今度スーパーで買うときに、目とお腹の色を見極めて買ってみるわ。でもコハダのすしめって海外の人の口に合うのかしら？他の魚と違った味がして、びっくりする人もいるんじゃない？コハダのすしめを食べた外国人からは、酸っぱさを感じるね。塩と酢の酸味が効いていて美味しい。って感じの反応をされているぜ。やっぱり酸っぱさは気になるわよね。だけど、酸味が口に合う人もいるみたいで嬉しいわ。寿司めはさっぱりしていて美味しいよな。油が多い魚を食べた後に食べると、口の中がすっきりするのよね。寿司めは酸っぱくて苦手だって思う人は、油の乗った大トロとかを食べた後に食べてみるといいかもだぜ。七つ目は金目鯛だぜ。きたー、高級魚として有名な魚の中のキング、金目鯛ね。金目鯛は金魚のように魚体が赤く、大きな目玉が特徴の白身魚だ。え、金目鯛って深海魚だったの？金目鯛は深海の冷たい場所に住んでいるぞ。ちなみに霊夢、金目鯛は何の仲間だと思う？何よ急に、そんなの鯛に決まってるじゃない。そう言うと思ったぜ。実は金目鯛は鯛と呼ばれてはいるけれど、マダイの仲間が属する鯛科の魚じゃないんだぜ。嘘でしょ。金目鯛とは、金目鯛か金目鯛属の深海魚なんだ。だからタイとは別の魚なんだぜ。知らなかったわ、なんだか騙されたような気分ね。ちなみになんで金目鯛は、名前に金ってつくのかしら？
金目鯛という名の由来は、大きな目玉が光を反射して金色に見えることからそう名付けられたそうだ。大きくてキラキラしているものね。私もあれくらい目が大きくなったら金霊夢って名付けられたりするのかしら？これ以上目がでかくなったら気持ち悪いと思うぞ。でも金目鯛って、海外の人からどう思われているのかしら？高級魚として有名な魚だもの、きっと高い評価をされているわよね。金目鯛は外国人から。寿司の中で一番だ。ちょっと炙って皮が焼けているのも最高。と言われているぜ。やっぱりそうだと思ったわ。金目鯛って皮を炙ることがあるけれど、香ばしくて私も大好き。炙るとより一層美味しく感じるよな。私も金目鯛が大好きすぎて、いくらでも食べれちゃうもの。霊夢は何を渡しても食べるからな。何よ、さすがに切ってない生魚丸ごとは食べないわよ。さっき私が言ったこと、まだ気にしているのか？でも霊夢は、回らない寿司屋に行っても美味しいしか言わなそうだよな。美味しければいいのよ。せっかくならもっと味わって食べてほしいぜ。というわけで、今回のお題はこれで終了だぜ。お寿司の話を聞いていたら、お寿司屋さんに行きたくなってきたわ。回る寿司屋でも回らない寿司屋でもいいから、行きたくなってくるよな。日本人だからこそ、馴染み深い食べ物だものね。紹介した寿司以外もたくさんあるから、いろいろ調べてみるといいぞ。スーパーにもあるから、試しに食べてみるのもいいわね。海外の人の反応も見ていて新鮮だから、探してみるといいぜ。海外の人って私たちとは違う反応をしてくれるから、今回も聞いてて楽しいものばかりだったわ。住んでいる場所も食べているものも違うから、新鮮な感じがしていいよな。タピオカに例えているのも面白かったわね。今度霊夢に、いくらの味がするタピオカでも食べさせてやるぜ。そんなのできるわけないでしょ。魔法でなんとかすればいけるはずだ。そんな変なことに使って、魔法の無駄遣いしないでよ。でも生で食べ慣れていないものや、生で食べることを想像したこともなかった人にとってその生き物を生で食べるというのは恐怖を感じるそうだぜ。未知のものを口に入れるのだから、怖がって当たり前よね。でもそういう人はたこ焼きみたいに、姿が見えていないものから始めてみるといいぞ。食べ物でも何でも、一歩踏み出してみて日本の食の素晴らしさを体感してほしいわ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。